はい、こんにちは。今回、この G1 グランプリ2005をやっていきます。最近、ビデオオプションが過去のシリーズの動画上げてるんで、ついこれがやりたくなっちゃったんですよね。まず最初は、2001シリーズからいきます。モチベがどこまで持つかですが、一応2005シリーズまで全部やっていきますよ、多分。さて、車ですが、比較的扱いやすいワンビアを今回は使います。S13 に比べて馬力があります。セッティングですが、フロント固めのリア普通、タイヤはフロントハイグリップ目で、リアが H 段階下、これくらいがやりやすい気がします。まず最初のラウンド1は、エビスサーキットです。さあ、それでは単走、行ってみたいと思います。さあ、どうだ？気合入ってますよ。角度、OK ですかね。まあまあかな。まあまあですね。ちょっと遅いですかね、これは。遅いね。もっと踏んでこないとダメですね。これはまずまずの走りを見せました。うん、まあまあかな。まあまあですかね。さあ、それでは行ってもらいましょう。単走です。さあ、踏め。踏んでこい。これはそこそこですかね。悪くはないな、悪くは。そうですね、OK ですね。遅い遅い。はい、これはスピードが足りませんね。さあ、スタートしました。おー、来ましたよ。来た来た。あー、おいおいおい、やりすぎだろ。やりすぎっていうか、バカですね、こいつは。さあ、今スタートした模様です。いいですね。まあまあですかね。うまいですね。あいつの角度はおかしい。おかしい、おかしい。行きますよね、本当。いいですね。なんだこの。あいつは何やってんでしょうか、まったく。行けてないですね。さあ、終了しましたが、いかがでしょう。そうね、まあ悪くはないね。僕は全然いいと思いますよ、今の。とまあ、こんな感じで無難に角度さえつければ、難なく追走には進出できます。さっきの走りにあった、失速などは、他で角度による加点がついてれば全く問題ありません。ぶつけないことと、必要最低限の角度をつけるだけで、ラインがぐちゃぐちゃでも十分通るというわけです。さて、追走一発目、対戦相手は田中和弘です。田中は S15 に乗ってて、熊久保がインプレッサということは、おそらく2005年のラウンド3あたりがベースになっているのかと思われます。さあ、ベスト16、2組目。さあ、それでは1本目行ってみたいと思います。さあ、行くよ。盛り上がっていきましょう。さあ、来た。入ってこい、入ってこい。おー、近い近い。行ってみろ。
これはうまいですね。距離いいですよ。どうですかこいつ土屋さん。うーん、もうちょっとなんだけどな。そうですね、次で頑張るしかないですよね。さあ来ました、これが2本目。おお来た、来ました。さあビタビタの状態、重なるよこれ。いいですね。さあものすごい角度だ。もうこいつは追走とか関係ないね。もう完全にいっちゃってますね。ものすごい角度。なんだよこの角度。いやこいつの集中力が半端じゃないですね。これで決定いたしました。なんだよあの走りは。これはもう拍手でしょう。すごかった今のは。さあ入れ替えて、これで勝負が決まるかどうか。なんかワクワクしてきましたね。楽しみですね。ちょっときついぞ。これはダメだろう、これは厳しいですね。おかしいおかしい、あの角度。いやありえないだろあの角度。もう限界超えちゃってますね完全に。さあいい感じです。なんだよこの角度は。おかしいよ。実際あそこまでやる必要はないんですけどね。勝負決定です。いやかっこいいぜ今のは。ちょっと素晴らしい。とこんな感じでアドバンテージを取れば大体は勝つことができますよ。これはあくまで自分の体感的なものですが、決勝に近づくほどに若干難易度が上がるような気がします。いや気のせいかもしれませんけどね。さて続いての相手は前健こと前田健です。マエケンといえば、黄色い86ターボのイメージがありますが、この頃は、グレネードの FD に乗ってます。2004年ハシード入りするなど、すごく調子の良かったマエケンですが、この2005年からは低迷してしまい、2006年には再び以前86に戻して参戦していましたね。さあ、ベスト8、最初の対決。さあそれでは1本目行ってみたいと思います。さあ行くよ。盛り上がっていきましょう。さあどうだ。うーんちょっと足りねえかな。いやいい距離ですよ。あーっとこれは完全に戻してしまいました。戻りはダメですね。くっついてきた。おいいくっついてきた。近すぎねえか。近いぞ近いぞ。これは若干アドバンテージありですかね。シブロック。そうっすね、シブロックですねこれは。さあ2本目入れ替えてスタートしていきます。さあこれで決まるか。ベタベタできた。さあ距離が近いぞ。ベタベタだよ。おー近い近い近い。行ってみろ。さあビタビタの状態。これはいいですよ。さあこれから入ってこれるか。来てるね。いい感じですよ。さあどうしましょうこの勝負。決まりだね。決まりですね。勝ちはしましたが、結構これギリギリでしたね。とはいえ、負けることはないとは思いますが、サドンテスにはなったかもしれません。さあ来ました。さあ来た。さあ行くよ。
いいよいいよ、うまいうまい、うまいですね。距離いいですよ。さあビタ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 、これはいいですよ。ベタベタできた。さあ距離が近いぞ。ベタベタだよ。さあ来た、入ってこい入ってこい。ゴム、これはゴムです。大きな差がありません。そうですね。さあ来ました、これが2本目。おお来た、来ました。うわー、おお、バンパー飛んだ。いいですね。いや本当は良くないんですよ。本当はさあ入ってこられるか。よし、来てこい。これは角度がいいぞ。かっこいい、かっこいいっすね。大きな差がなく勝負がはっきりとつきません。一本いっとく。一本いっときましょう。土屋さん、どうですかねこの勝負は。いやどっちが勝つか分かんないね。そうですね。バンパー吹っ飛び装置を満たしました。オッケー。来ました、サドンです。さあ来ました。さあ来た、来たよ。おお、ぶつけたぞ。ぶつけちゃったね。いや今のは痛いですね。さあビタ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 、これはいいですよ。いいよいいよ、うまいうまい、うまいですね。さあ距離いいですよ。さあビタ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 、これはいいですよ。どうですかね今のは。そうですね、もう言葉ないですねこいつは本当に。さあサドンです、これで決まるかどうか行ってみたいと思います。ベタベタできた。距離が近いぞ。ベタベタだよ。感じで詰めてきた。あららら、減速です。力みすぎ、力入っちゃいましたね。いやいや、うまいうまい、うまいです。アホかこの角度。いやおかしい、おかしい、こいつは行っちゃってますね完全に。こいつはもうどうしようもないっすね。 D1 を舐めちゃいかんね。 D1 も練習不足ですね。気を取り直して次は日光サーキットです。このコースが実は一番勝ちやすいコースだと思います。詳しくは追走のところで、まず単走行きましょう。今回のコースなんですが、どうやって攻めていったらいいんでしょうか。うん、まあ俺が教えた通り走れば大丈夫。そうですね、そうだと思います。それでは単走に行ってみたいと思います。いい感じじゃないですか。あー、いいよ、悪くないよ。おー、角度いいよ。いいですね。 OK じゃないですか。なんだこの角度よ。おい、いや今ドキッとしたね。驚いちゃいますよねあの角度。おー、角度いいよ。いいですね。 OK じゃないですか。これはまずまずの走りを見せました。うん、まあまあかな。まあまあですかね。さあスタートしました。いい感じじゃないですか。あー、いいよ、悪くない。おー、角度いいよ。いいですね。
系じゃないですか。角度 OK ですかね。まあまあかな。まあまあですね。さあ踏め、踏んでこい。これはなかなかですかね。いいんでないかい。いいですね。まあいいんじゃないですかね、審査委員長。なんだよ急に審査委員長って。でどうなんすかね、審査委員長。はい、これで 99点超え、余裕の追走進出です。さて、次の対戦相手はウッチーこと、宇都宮明則です。宇都宮はさっきの前剣同様、この頃から低迷し始めました。結局復活してきたのは、2007年の第4戦か、第5戦あたりだったかなぁと。さあ来ました、さあ来た、さあ行くよ。さあビタ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 、これはいいですよ。うわもうすごい、マジか、おいおいおい、おお近い、来た来た、急いで来た、行ってみろ、完璧ロックオン、すごい、決まったね。おいおいおい、危ない、危ないよ。あ、入ってる、入ってる、ほらほらほら、入ってますね。いや本当にすごい走りでした。なんなんだあの走りは。そうですね、かなり腕を上げてきたんじゃないですか。さあ来ました、さあ来た、さあ行くよ。さあ立ち上がってきた、おー刺すよ。さあビタ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 、これはTフロントだよ、 Tフロント、ものすごい Tフロント、激しいですよ。おお、インに入った、インに入った、入った、完璧に入った、食い殺しですよこれ本当。 Tフロントだよ、 Tフロント、ものすごい Tフロント、激しいですよ。さあすごい対決になりましたが、土屋さんどうでしょう。うーん、感動した。これはもう歴史に残る走りですよ。さあ2本目入れ替えてスタートしていきます。さあこれで決まるか。さあどうだ、うーん、ちょっと足りねえかな。いやいい距離ですよ。おっと、はみ出した、はみ出しはダメだ、はみ出しは、はい、はみ出しはダメです。ベタベタできた、さあ距離が近いぞ、ベタベタだよ。いいよいいよ、うまい、うまい、うまいですね。勝負決定です。いやーかっこいいぜ今のは。ちょっと素晴らしい。とこの程度で勝てるわけです。他のコースに比べて無理せず勝っているのがわかるかなと思います。さて次の対戦相手は吉岡俊樹です。個人的に一番好きな D1 ドライバーは、この、吉岡ですね。ところでこれ、一つ疑問があって、エビスラウンドで言ったように、他の選手のマシンを見ると、だいたい2005年のラウンド3あたりが、このゲームのベースになっているのですが、なぜか吉岡は、ラウンド1、アーウィンデールまで使用していた、3ドアハッチバックのトレノになっています。この時代、チームメイトである平岡秀夫が、きっちり Z33 になっているのに、なぜか吉岡は、青のジュルーピー86ではないんですね。さあ、じゃあ行きますかね。おお、行こう行こう。っていうかもう、スタートしてますけどね。ベタベタできた、距離が近いぞ。ベタベタで。おおよ。あららら、減速です。しみすぎ。力入っちゃいましたね。あ、入ってる、入ってる。ほらほらほら。入ってますね。さあ、来た、入ってこい、入ってこい。完璧に食い殺し、食い殺し、食い殺し、もうどうしようもないですねこいつの走りは。非常に切れた走りでした。本当のプロの走りですね。こいつはもう神の領域に入ってるよ。こりゃダメだ、離れすぎや。
なんだよ、すごいすごい、なんかかっこよすぎてムカついてきました。さあ、というわけで決まりました。はい、OK ですね、これは。いや、ついてきた。近すぎねえか。近いぞ近いぞ。さあ入ってこられるか。飛んでこい。さあビタビタの状態。これすごくないですか、土屋さん今の走り。いや、入れ替えてスタートしていきます。さあこれで決まるか。おお、近い近い。飛んできた。食い込んできた。マジかよ。バカですねこいつは。本当に完璧ロックオン。すごい決まったね。さあビッ、おお、インに入った、インに入った、入った、完璧に入った。食い殺しですよこれ。ほんさあこれで、行こう行こう。もうスタートしてますけどね。おお、近い近い。いいよ、スタート行ってみろ。うわぁ、マジかよ、マジかよ。おいおいおい、さあ、いい感じで詰めてきた。いいよいいよ、いい感じじゃないですか。いいよいいよ、うまいうまい、うまいですね。うわぁ、マジかよ、マジかよ。おいおいおい、やっぱ俺たちが教えた通り。まったくですね。何言ってんでしょうかね、この二人は。さあ、二本目に行ってみたいと思います。さあ、この勝負は面白そうですよ。おお、近い近い近い。さあ、行ってみろ。さあ、いい感じで詰めてきた。いいよいいよ。いい感じじゃないですか。さあ、詰めてこい。ベタベタできた。さあ、距離が近いぞ。ベタ、これはもうどう見ても決まりですね。さて、何の問題もなく、ラウンド2は優勝です。もっとギリギリ狙おうとか、欲を出しすぎなければ、余裕で勝てるはずですよ。おいおい、ミキさんちょっと強すぎやしませんかね。続いては、美北です。美北は高速駅からの進入になるので、速度をミスるとはみ出したり左の崖に突っ込みます。さあ、じゃあ探索をスタートしたいと思います。早速バンパーを落としてきました。ちょっと早すぎるだろう。いや、好きですよ僕はああいうの。で、マジで突っ込みましたね。けどギリギリセーフでした。これはまずまずの走りを見せました。うん、まあまあかな。まあまあですかね。リプレイでも見てみましょう。さあ、それでは行ってもらいましょう。単走です。さあ、立ち上がってきました。さあ、どうだ。気合入ってますよ。いいね。おっと、バッパー飛ばしてきた。いいねいいね。気合入ってますよ。角度 OK ですかね。まあまあかな。まあまあですね。さあ、スタートしました。さあ、立ち上がってきました。いいですね。いいね。
まあまあですかね。うまいですね、うまいです、うまいですね。この走りはどうでしょう。オッケーじゃないですかね。そうね、まあオッケーかな。これで難なく水槽に進出です。進入速度さえ見誤らなければ角度を狙いに行かなくても割と普通に通ります。ちょうど真ん中まで来たのでここで一旦区切ります。ありがとうございました。